ナルン州はキルギスの州。州とはナルンである。同国の州の中で最大の面積を誇る。1939年11月21日にティエンシャン州として新設され、1962年12月20日の解体を経て1970年12月11日に再組織された。 1988年12月5日をもって、イシククル州と合併したものの、1990年12月14日に、再び別れた。この際、現在の名称に改められ、現在に至る。中華人民共和国国境のトルガルト峠から、北のイシク,クル州悪い口にかけて、主要幹線道が通る。孫子や、チャティルコ、タシラバトで知られる。 州の辺境人口の99%がキルギス人。経済は羊、馬、役の放牧とそれに伴う加工業に依存している。ソビエート連邦時代には工業が発達したが、ソ連崩壊後に非経済的として放棄された。国内で最も貧しい地方であるが、同時にキルギスの原風景をよく残している。美しい山並み、高原の牧草地、 遊牧民に連れられて、羊や馬の群れがやってくる夏の損子などがそれである。草をはむ馬。損子近くにて、カキのご地区からなる。ありがとうございます。